皆さんこんにちは、リキューです。今回もプレイステーション5の情報なんですけれども、運よくアマゾンでプレイステーション5手に入れることができましたので、昨日ですかね、発売日届いたんですけれども、ちょっと時間がなくてあまり触ってないんですが、一応起動してアカウントの移動とかその辺簡単に触ってみたので、まず第一印象をお届けできたらなと思います。ちょっと時間がなくて他のサイトとかも見れてないので、もうすでに皆さんご存知の情報も多いかもしれませんけれども、一応まあ感想と言いますか、結構主観になるところはご了承いただきたいんですけれども、最初の印象をお届けできたらなと思います。まず最初なんですが、箱から出して組み立てというか、まあ接続していくじゃないですか。でその時なんですけれども、最初の印象がですね、ちょっとこの HDMI のコネクタが刺さんないなみたいなことがあってですね、主にこう本体の方なんですけど、でそれで感じたのが、まずこのケーブルの方が原因っぽくて、個体差ちょっとあんのかなっていう気がしました。ケーブルの前後というか、なんて言うんですか、こう刺す方取り替えたら刺さったんで、結構ですね、個体差はあるのかもしれないなって感じました。あとはケーブルの線のとこですね、ラベルというか印刷あると思うんですけど、それは以前お伝えした通り、ウルトラハイスピードではなくてハイスピードっていう印刷がしてありました。これはすでにお知らせした通りですね。ですけど一応中身はHDMI 2.1 に対応したケーブルになっているようです。それも確認できました。で、あと気になったのが、これ、まあ、硬いなと思って、こう押し込もうとしたんですけど、ちょっとですね、本体の方の HDMI のコネクターがしっかりしてないというか、ちょっと不安な感じでした。グラグラするみたいなとこまでいかないんですけど、ちょっと強く押すと壊れそうな感じもしたんで、その辺ちょっと繊細なのかなというところが注意が必要かなって思いました。あとはやっぱりですね、これも以前の動画でお伝えした通り、ケーブル 1.5 メートルしかなくて、ちょっと短いなと思いました。で、今は一応こう検証のためにとりあえず繋いだ状態なので 1.5 メートルでも足りてるんですけど、もうちょっとちゃんと置こうと思うと、やっぱりもうちょっと長いケーブルの方が自由度が上がるかなと思います。で、これについてはエルコムさんのケーブル、もうすぐ発売、これ以前の動画で11月中旬ってお伝えしたんですけど、ヨドバシさんのサイトで見ると11月17日発売って書いていましたので、来週ですかね、実際に買ってみて3メートルとか5メートルとかの長いケーブル買ってみて、ちゃんと映るのかを検証したいなって思ってます。それまた動画にしようかなと思います。それから音声ガイダンスってものがあって、これデフォルトでオンになってるんですね。操作とかについて教えてくれるんですけれども、これ最初はかっこいいなって思ったんですけど、未来的で、でもだんだんですね、ちょっとうるさい感じになってきて、これは最初にオフにしといた方がいいんじゃないのかなって思いました。まあ後から変えられるんですけど、その後から変えるところにたどり着くまでずっと音が鳴ってるんで、一番最初に選択肢出るので、その時にオフにした方が静かかなって思います。それから噂のコントローラーなんですけれども、これ最初にびっくりしたのがですね、いきなりファーム更新があるんですよ。コントローラーなんですけど、ファームウェアってものがあるらしく、コントローラーのファーム更新の画面が出ました。なんで今後もいろいろ修正が入ってくるのかなって思います。あとは振動はですね、結構思ったより大きいです。ちょっとですね、個人的には標準の設定だと大きすぎるかなという気がしました。ゲームに集中するならもうちょっと小さいで、設定変更できるようなので、それは好みに合わせて変えた方がいいかなって思いましたけど、僕は標準よりはもうちょっと弱めの設定に変えようかなっていうような感じでした。それからこれも結構大切かなって思ったんですけど、一番最初これ起動するときに、いきなりやっぱりアカウント必要で、プレイステーション4で使っていたプレイステーションネットワークでしたっけ、それのアカウントが必要になります。で、パスワードはよく入力してるんで覚えてるんですけど、メールアドレスですか、そっちの方は調べておかないとちょっとあたふたする可能性ありますんで、その辺は事前に用意しておいた方がいいかなって思います。これですね。で、あとは同じくネットワークも必要なので、一番最初に起動してすぐいきなりファームの更新がやっぱり始まりました。で、そのためにもネットワークが必要なので、まあ、有線 LAN の方は LAN ポート開けておかないといけないのと、無線 LAN の方は Wi-Fi の情報チェックしておいた方がいいかなと思います。で、最初に起動した時にプレイステーション4が同じネットワークの中にあると、プレイステーション4からアカウントの情報とか、多分購入履歴とか、それからセーブデータとかのコピーができるんですけど、それ自体はですね、
私の場合は有線 LAN でやっていて、ゲームソフトを全部コピーしないに設定したんですね。そうするとだいたい5分ぐらいでコピーが終わりました。なので意外とこれ早いですね。もちろんそのセーブデータが大量にある方とかはもうちょっとかかるかもしれないですけれども、めちゃめちゃヘビーに使っている方でなければだいたい有線だったら5分ぐらい、 Wi-Fi でも10分ぐらいで終わるんじゃないのかなと思います。あと先ほどお伝えした通り、ゲームソフト本体はこの初回のコピーではコピーしなかったんですけれども、これはやっぱりネットワーク経由でのコピーをやめておいた方がいいんじゃないのかなって思いました。セーブデータだけでこのぐらいだったかな、5ギガとか6ギガぐらいあったんですけど、それで5分ぐらいかかりましたので、ゲーム本体だとさすがに何時間もかかっちゃうかなって思ったんで、そこは最初のコピーではこうチェックボックスがあるんで、それ全部外してやった方がいいかなって思います。で、そのゲームソフトのコピーはこのハードディスク使ってる方多いと思うんですよ。外付けのハードディスクもしくは SSD 使ってる方多いと思いますけれども、それをそのまま差し替えたら動きますので、それでコピーというか移動しちゃうのが手っ取り早いです。これだと差し替えたら本当にすぐ使えました。なんかこう変換作業とかそういうのは特になくて、挿して数秒で認識してすぐにゲームソフト動きましたので、この方法が一番いいかなと思います。それからちょっとこれ気になったこととしては、 PlayStation 4で購入したゲーム、毎月フリープレイみたいのあると思うんですけど、あれで購入だけしてダウンロードしてないゲーム結構あったのと、あとは買ってダウンロードしたんだけれども削除しちゃったゲームとかもあると思うんですね。その辺がなんかPlayStation 5にハードディスクをつなぎ直すと、なんかこうダウンロードしますみたいなメッセージが出たんですよ。実際にされてんのかどうかわかんないんですけど、こうダウンロード候補に入れますみたいなメッセージが出ていたので、これは気になるとこかなって思います。あと Netflix 使ってる方は、 PlayStation 4 Pro じゃない方はフル HD のスタンダードプランの方多いと思うので、PlayStation 5に変えて 4K になった方はプランを上げておくと、プレミアムプランってのがあって、それだと 4K の配信もありますので、これは上げておいた方がいいかなと思います。月々確かスタンダードが1200円ぐらいで、プレミアムが1900円ぐらいだったと思うんで、そんなに変わらないので上げておいた方がいいかなと思います。で、プレミアムプランに変えると 4K とか HDR とか、あとドルビーアトモスとかの音声のストリーミングもありますので、それに変えておくとそういうコンテンツも使えるようになります。あと先ほどのプレイステーション4のゲームをハードディスク差し替えて移して起動するんですけど、まあこれそのいろいろ変わるゲームもあるというのはすでに報道で流れていると思うんですけれども、そうじゃないゲームも結構ですね、起動とか、まあ、ロード起動その辺は若干早くなった気がしました。これ実際に試したのはマインクラフトだけなんですけど、プレイステーション4でマインクラフト起動すると結構待たされるんですけど、数十秒とかかかる時あるんですけど、プレイステーション5は結構早かった気がしました。なのでプレステ4のゲームもほとんどのゲーム動きますので、ハードディスク差し替えちゃうだけで動くので、もうプレステ4は特に起動しなくてもいいのかなという気がしました。あとはむしろそれよりも、そのプロじゃない方、プレイステーション4オリジナルというんですか、私もそうだったんですけど、プロじゃないのでロード時間早くなるよりもむしろ画面が 4K になった方が影響大きくて、まあマインクラフトを起動したんですけど、そしたらこうまあ 4K 使ってる方は当たり前なのかもしれないんですけど、画面が 4K になるので、例えばそのインフォメーションとかのこうユーザーインターフェース出ると思うんですけど、その辺がすごいちっちゃくなって画面が広くなります。なのでそういうことの方がちょっと見た目が変わるので大きいのかなって思いました。というわけで、まあ第一印象なんであまり内容なくて申し訳ないんですけど、ちょっとだけ本当に30分ぐらいしか触ってないんですけど、それの第一印象をお届けいたしました。この週末にですね、もうちょっとちゃんと触って、実際にゲームソフトも買ってきましたので、なんだっけな、4本買いました。今日発売されたコールオブデューティーでしたっけ？それから昨日発売日に出たデモンズソウルとデビルメイクライと、スパイダーマンですね。それで4本買ってきましたので、この週末に立ち上げて、でソフトによって例えばレイトレがあるとかないとか、あとは 120p のモードがあるとかないとか、特にデビルメイクライは 120p4K じゃないんですけど 120p あるっていう噂もあって、それからコールオブデューティーも 120p あるっていう風に言われてるので、その辺をこの週末で
ちょっと確かめてみたいなと思っています。その辺をまた改めてまとめて動画で出せたらなと思います。というわけで今回はプレイステーション5の第一印象をお届けいたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。